日本サッカー協会は11月15日、北中米ワールドカップのアジア2次予選に臨む日本代表メンバーから、三香薫が怪我のため途中離脱すると発表した。フォト、久保、遠藤、鎌ウ、らが合流。W 杯アジア2次予選に挑む日本代表選手たちの表情をお届け。この一方に韓国メディア、ベストイレブンラスカサズ反応。三苫アウト、日本、 WC 二次予選を前に連発の負傷に苦悩、と題した記事で森安ジャパンの現状に言及した。記事では、ミトマは14日に日本に帰国し、森安はじめ監督が率いる代表チームに合流したが、初日はトレーニングせずホテルで休養をとっていた、と伝え、残念ながら100%の状態でプレーできない、など26歳アタッカーのコメントも紹介する。さらに、 三笘だけでなく、かなり多くの選手が怪我で戦力外となっている。とし、スコットランドの名門セルティックの主法、古橋競合をはじめ、前田大然、セルティック、川辺駿、スタンダール、伊藤敦、木、浦和、が負傷で出場できない。二次予選を前に連鎖的な怪我に悩まされているのだ、と報じている。負傷離脱者が続き、当初の招集メンバーから何人かが入れ替わっている日本。 16日に大阪でミャンマーと、21日にはサウジアラビアの実家でシリアと合間見える。大事な予選で高スタートを切れるか。